開始。取り合うつもりもないわ。なんですって？サスケ君とあんたじゃ釣り合わないし。さくら、あんた誰に向かって口聞いてんのか分かってんの？祈んなよ、あんた泣き虫さくらが。私本気のあなたを超えないと意味ないから。分かったわ、さくら。気持ちもわかるけど、それは無駄よ。どうかしらね。外したら終わりよ。わかってるの？ねえ。忍法、新天身の術。あんたをこの仕掛けに追い込むためのね。これであんたの体に入ってギブアップって言ってしまえばおしまい。じゃあ新天身の術。残念だったわね、さくら。
で終わりね。じゃあね、ザクラ。私、春のさくらはこの試合、さくらちゃん、ここまで頑張ってきたのに、サスケバカ女なんかに負けたら女が腐るぞ。何？聞いたのは、さくらの心の内にあるイノというライバルへの闘争心。二人ともチャクラはもうほとんど残っていないはず。両者試合続行不可能。ダブルノックダウンにより予選第4回戦通過者なし。